県内のトップを切って白山市の2つのスキー場が今日オープンしました。オープンしたのは白山一里の温泉スキー場と白山セイモアスキー場です。このうち白山一里の温泉スキー場では朝から家族連れなどが訪れ雪の感触を楽しんでいました。関係者によりますと現在の積雪は山麓でおよそ90センチ、山頂付近でおよそ160センチで、一部のコースを除いて全面滑走可能だということです。楽しい。上手になれるように頑張って通います。頑張って一緒に滑る？うん。いっぱい来る？うん。いやー始まったんだな、冬があってブラボーって感じでした。いっぱい滑って上手くなりたいなって思ってます。白山一里の温泉スキー場と白山セイモアスキー場は来年3月中旬まで営業を予定しています。